グータッチ動画大賞2020夏、まずはこの方たちから。西野七瀬の後輩、乃木坂46から2人が凄技に挑戦。最初に披露してくれるのは3度目の挑戦となるこの人、ピンポン玉チャレンジパート3続編だ。こんにちは、乃木坂46の与田ゆうきです。お世話になってます。今回はこのピンポン玉を2つ同時に壁に当ててコップの中に入れたいと思います。なるほど、難しそう。これまで過去2回ピンポン玉チャレンジを成功させてきた彼女、うん、結構あっさりクリアしてるイメージ。今回は片手でピンポン玉を2つ同時に投げ、壁に当てた後コップに入れるという動画にチャレンジ。それではやっていきたいと思います。あ、1個入った。すごいな、なんかセンスが。開始早々片方が入り、早くも成功の予感。しかしここから想像を超える苦難が。あ、もう100いき、うわすごいすごいすごい、おおお、いやいや300、なんかもう入りそうなのにな。あー惜しい、これいいってなるな。500いってる。え、ちょっと600までやってもいいですか。ロケのタイムリミットが迫る中、開始から1時間半ついにその瞬間が。集中してる。おお。見てる人の声が。よかった。めっちゃ嬉しい。550回目の成功に。めっちゃ嬉しい。グータン。ありがとうございます。大変な思いをさせてしまった。曲賞折り鶴。こんにちは、乃木坂46の柿原佳です。今回私が挑戦するのはこちら。この折り紙を使って鶴を折りたいと思います。これも折られてる状態じゃなくて。彼女が挑戦するのは、一般的なものよりはるかに小さい折り紙での折り鶴。なんと1円玉より小さいサイズなんです。可能なの？それでは始めたいと思います。よし、手汗がやばいんですけど。指だけでいくのかな、爪楊枝とか使うのかな。小さいので広げる工程が難しいんですけど、爪で乗り越えます。あ、爪で。器用だな、こんなのできないよ。さらに折り紙を小さくしていきます。鶴って結構ちょっとここ苦手なんですけど。この辺大変よ、鶴は。綺麗に折れるから、爪で。すごい、でも折れてる。おうおう。そしてついに。え、本当に？羽を開きまして、できました。わあ、すごい。すごい。5分で折り鶴が完成。器用ですね。通常のものと比較すると、この通り。君ならできる。グータッチ。野田ちゃんは今回一番ちょっと回数的に多かったんじゃないですか。550回ですよ。成功した瞬間本人はめっちゃ驚いてたし、周りのスタッフさんの歓声がリアルでしたね。あれリアルでしたね。かきちゃんはこれ手先がもともと器用なの。なんですね、びっくりしました。
すごい。与田さんの550回見た後の折り鶴5分だったからテレビ見て与田さんが一番驚いてるよな。本当です。そんな曲調折り鶴がスタジオに登場。ちっちゃ。すごい。いやこれすげえな。綺麗に折れてる。ねえ。いや。だって先とかちゃんとピンってなってますもん。なってますなってます。うん。焦点が合わない。いない。うん。これも持って帰っていいんですか？持って帰りたい。無事に持って帰れるかな。確かに。ちょっとなくなっても気がつかないですよ。うん、ないってなりそう。さあ参ります。